代物です。あの時代にしてはですけど。ああ良さげだな。俺としては太古の遺物のままにしておきたかったけどな。さあ片付けようか。はい、というわけでフォールアウト4をまた続きやっていきます。ここのビルでリアクター装置を回収で、 BOS とはもう永久敵対関係になっちゃったけど、まあ仕方ない。BOS 側についてもおそらく今度はインスティチュート側と敵対関係になっちゃうんだろうし、どっちかを敵に回してしまうのはもうやむを得ないわ。入った。OK。あれ、プロテクトロンなんているのか。なら敵対はしてこないはず。起動しとこう。起動中。プロテクトロン起動終わっと更新求めます。とりあえず出してみた。午後午後言ってるけど、防護スーツがある。おっとっと、おお、思いっきり角膜ついてるけど、あれを回収に行くのか。これ放射能大丈夫か。入って、あの時代の人々は放射能を抑えることは苦手だったようですね。数値はほとんど計測不能です。ここから様子を見ることにします。若干あるけど、エアロックを循環中、お待ちください。お、除染シーケンスを開始します。待てよ、この格好で来たのまずかったかもしれないな。あーやっぱりあかんこれ、さっきの防護スーツ取るべきだった。ちょっとこれダメだわ。あ、もう全然効かねえもん。はい、着ていこう。防護スーツだけ着ればよろしい？あ、全身か。はい。あ、今、ラットレジスト、1000ってあったな。よし、これなら大丈夫。あの時代の人々は放射能を抑えることは苦手。ここにもあるもん。で、ちょっと待って、ここに金庫があるから、あとターミナルも。おい、何かしてやろうか。ニック、こっちよろしく。あのターミナルを解除できそうか。期待していいぞ。でもこれもプロテクトロンだな。やった。はい、マスターでもない品揃え。早っ。プロテクトロン出しとくか。ロックはしなくていい。起動中、プロテクトロン起動。それじゃあ行ってみよう。エアロックを循環中、お待ちください。除染シーケンスを開始します。こんな代物持ち出して大丈夫かな。予選完了、お進みください。おい、来た。お、大丈夫。私たちが探している核反器ですが、リアクターのてっぺんにあるコードが入っているはずです。てっぺんね。なんかこういうところなんかレアアイテムありそう。この水
ああ、まだ大丈夫。なんかこういうところなんかあるだろう。なんかありそう。なんかない。息継ぎしてるけどさ、これ防護ヘルメット頭にもついてるんだよな。さすがいないか、こんなところ。はい。防護スーツ着てても入りたくないわ、こんなところ。なんもなし。それじゃあいただいちゃおう。おお、ゲット。危険なもの。あっ、ラごめんなさい、ごめんなさい。赤くなった。お待ちください。除染。除染完了しました。はい。あ、この辺が攻撃してきてんのか。セントリーボット、マジで。ちょっと待って、装備戻そう。 OK、 爆発撃つぞ。ああ、サブドロン。待て。オッケー。オッケー。オッケー、マスフュージョン出る。プロテクトロンがもう一瞬で溶けたけど。とりあえずお目当てのものはゲット。どっから来た。こっちか。脱出。ノーノッド。諦めの悪い人たちですね。そろそろ限界なんですね。人造人間と時間稼ぎをします。必ずインスティチュートに攪拌機を持ち帰ってください。今オプションで援護するってあった。戦ってあげよう。おーりゃー、元 BOS です。アド・ビクトリアム。ん？これ仲間か。はい、アド・ビクトリアムね。まだいる。これ強えな、プラズマライフル。あ、でも弾がもうないや。爆発ピストル。OK。さあって脱出。よし。なんかボットが戦ってるような音がするけど、ミュータントもやってきたけど、倒しちゃうか。
伝説だし。あ、なんか指令書持ってたぞこいつ。ちょっと、あ、アリーと話さないといけないから、ここから離れたい。アリーいないけど。インスティチュートに行かないといけないか。ちょっとここから離れないとな。待てよ、これまさか敵対化してるよな。そりゃベルチバードも。ちょっとマスフュージョンってことはさっきあそこにいたんだ。わ、なんかいる。マスケミガル。そろそろトラベルさせてほしい。到着。あの不良人造人間をよく連れ戻してくれたわね。アドバンスシステムに行くのか。あ、こっち前行けなかった場所だ。よそ者が歓迎されることはめったにないの。自分の幸運に感謝してもらいたいわ。ドクター・フィルモア。もうそうね、一生分のスリルを味わいましたわ。ありがとう。本当にあなたなしでは成し遂げられなかったです。攪拌機を必要な場所へ運んでおきます。ファーザーが他のことを手伝ってほしいそうです。お待たせしてはなりません。トラブルがないことを祈ります。ファーザー、ショーンの様子を確かめる必要がある。そうそうそう、あんまり調子良くないらしいし。お？そうですか。活力は疲労を感じますか。年齢的なものはあるが、特に異常は感じない。そうですか。あの治療を続けてますか。薬はずっと飲んでいる。なるほど。休みはしっかりとってますか。まだ質問が続くのか。なるほど。他にどこか痛みますか。いや、大丈夫だ。何も感じない。なるほど。活力は疲労を感じますか。年齢的なものはあるが、めっちゃ質問してるけど。異常は何か用はあるか。 BOS の介入はあったが、マスフュージョンは成功したようだな。はい、守備よくことを進めたよ。ドクターフィルモアの報告もそうなっていた。結果には満足している。あのテクノロジーを野蛮人どもに奪われていたら最悪の状況になっていたはずだ。しかし BOS の介入をもっと重要視すべきだった。彼らのテクノロジー収集への執着を考慮すると、将来的には彼らとの衝突は避けられない。少なくとも連邦内では最新のテクノロジーを保有しているのは我々だ。それとインスティチュート内に例の問題があったことは見逃せない。あなたの忠誠に関することだ。もちろんあなたの忠誠を疑ったことはないが、しかし BOS と直接対決することで、あなたは私以外の他の人たちを安心させた。あなたを誇りに思う。とにかく BOS は将来的な問題だ。今は現状に集中しよう。いかんいかん、老人は話がどうしても長くなってしまうな。時間を取らせてしまった。仕事があるのにすまない。ええ。BOS。
敵か。仕事が何であれうまくやるから大丈夫だ。そうだといいが、こんなことは言いたくないが、君が作り出した状況だ。意図的ではなかったにせよ。ん？どういう意味でしょう。ていうかなんか服着てないから裸にアーマー着てるような感じになってる。どういう意味だ？何が起こった？それはだな、あなたがドクター・フィルモアに協力している間に2つ目のチームが派遣された。連邦からインスティチュートにある人物を招待するためだ。しかし意思の疎通に失敗して、その人物は助けを求めた。そしてあなたたちミニッツメンの出番になったわけだ。今のところ争いごとには発展していないようだが、今後もそうあってほしいところだ。現地に行って外で集結しているミニッツメンと話をしてほしい。今すぐ引き下がるように説得するのだ。ドクター・トンプソンが現地にいる。彼と連絡を取ってほしい。あなたなら任せて大丈夫だと思うが、その人物には直ちにインスティチュートに来てもらわなければならない。それが最重要課題だ。これ最悪ミニッツメンもバイバイだよこれ。どうにか話をつけるから大丈夫だ。安心してくれ。もう安心している。建物に向かう。これ最悪もうインスティチュート、信頼される部隊がインスティチュートだけになってしまうかもしれない。食い下がってくれるのが一番いいんだけど、ミニッツメン敵対化されてしまうと最悪この辺の居住地が全滅しちゃうな。アークジェットから行こう。はい。おや？虫だ虫。食い下がってほしいな、ミニッツメン。いつもいつも別の拠点が助けを求めてるとしかガービーは言わないんだし。ミュータントかよ今度は。隠れんな。ダメです。おった、こんにちは。どうしたんだ？来てくれたとは驚きだな。応援なら歓迎するよ。インスティチュートの連中は逃がしはしない。あそこから出たいなら俺たちを倒してからだ。何が相手なのかすらよく分かってないが、君がいれば百人力だ。でも誰に話を聞いてここに？ですな、状況を教えてくれないか。状況を教えてくれないか。連邦の市民があの観測所に住んでいる。インスティチュートが彼をさらおうとしたが、彼は事前にそれを察知した。彼はフレアガンで危険を知らせた。俺たちはすぐ駆けつけた。そして今はみんな中に閉じ込められている状態だ。じゃあどの手で行く？奴らをここへおびき出して始末するのが簡単だと思ったが、でも一人残らず逃がさないようにするにはあの場所を襲撃するのが得策だと分かった。それがいいだろ。先陣を切ってくれるか。平和的に行くなら X だな。これ中に入って状況を確認するから、みんなをその場で待機させてくれ。それはいいアイデアに思えませんが、早く手を打たないと奴らに逃げられて、その上仲間を一人奪われることになるぞ。それを黙って見てるわけにはいかない。
突入を指揮してくれるか。待て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 、どうする。あー、どうしよう。命令を聞けっていうか。命令を聞け。分かってないようだな。俺たちは軍隊じゃない。あんたの命令を聞く義務はないんだ。何が反対なんだ。どっちの味方をしてるか分かってるのか。おーって思ってX。 そちらと違ってこっちは事情通なんだ。そういう風には見えないかもしれんが、あの男に危険は迫ってない。本当か。もし間違ってたら、あの男の命の責任が取れるのか。みんなに身を引くように命じるが、中に入って自分の判断が正しいのか確かめた方がいいぞ。ああ、セフセフこれでインスティチュートに連れてっちゃったら、結局お前何してんだよ畜生ってなっちゃうな。ミニッツメも。はい、もうすでにいるじゃん。来てくれてよかった。もうダメかと思ったよ。生きては帰れないかと。すべてうまく片付けた。安心しろ。よかった。ウォレスが困った真似を始めたかと思ったら、もっと悪いことにあの野蛮人たちを呼びやがった。ミニツメンは正しいと思ったことをやっただけだ。ここから見ると連中は血を欲しがっているように見えたぞ。君が来てくれなかったら死人が出ていたはずだ。本題に入ってもいいかな。彼がフェイズ3の鍵を握っているのはわかるが、自分たちの命を脅かしてまで引き抜く必要があるのだろうか。うん。彼がインスティチュートにとって重要な存在なら、その必要はある。そうかもしれないな。連中は何年も前から彼にずっと目をつけてた。もともとどうやって見つけたのかは知らない。知りたくもないが、でも彼の頭の良さとフェイズ3にどの程度貢献できるのかが分かると、もっと真剣に監視を始めた。テストのために実験用資料を与えていたんだよ。インスティチュートにとって利用価値があるかどうか見極めようとしたんだ。ウォレスの身柄を確保したらここを出よう。オッケー。そのウォレスってやつはフェイズ3と何の関係が。そのウォレスってやつはフェイズ3と何の関係が。ウォレスはとにかく頭のいいやつだ。連邦では史上最高と言ってもいい。理論物理学の天才なんだ。インスティチュートにとって利用価値がある。原子炉を動かすのにね。彼がいればスケジュールを大幅にスピードアップできる。ただちょっと問題が、彼は我々と一緒に行きたくないと言ってる。できれば彼と話をして説得してくれないか。まあ説得ならいいだろう。説得には自信がある。そうだといいな。我々には彼が必要だ。さっきもミニツメンと会話してなんとか食い下がってもらったし。ここか。オレスさん、話をしに来た。君もそうなのか。ロボットなのか。いえ、私は。落ち着いてくれ。面食らってるのはわかるが。誘拐する気だな。人でなしめ。いや、人かどうかも分かったもんじゃない。インスティチュートの悪い噂はいろいろ聞いてるぞ。みんなにひどいこと。そんなことはさせるか。おお、赤い赤い。赤の選択肢は嫌だ。とにかく落ち着け。ただ話がしたいだけなんだ。話をするつもりならここにはいない。消えろ。何、どうすれば危害を加えないのを分かってもらえる。どこかへ行け。そして二度と戻ってくるな。おお黙って話を聞け。危害を加えるつもりはないが、協力を拒むなら後悔することになるぞ。分かった。何が望みなんだ。なぜここに来た。折れた。赤の選択肢で折れた。インスティチュートはそちらの助けを必要としている。話はそれだけだ。助けを。何のために。インスティチュートはある技術上の問題を抱えている。君の専門知識が必要なんだ。
力を貸してくれたら最新鋭の研究施設を自由に使ってもらっていい。想像できる限りの最高の施設だよ。その施設ではどんな研究でも好きなだけできる。どんな研究でも。約束するよ、他の場所では絶対実現不可能なセキュリティに守られながら仕事ができるんだよ。あ、なんか A の選択肢嫌だな。こちらの提案よりもっといい話があるのか？いや、そんなことはない。わかった。一緒に行くよ。さぞかし興奮しているだろう。次期所長に指名されるなんて。よし、これで事態は収まりそうだな。ありがとう。つまり、協力を感謝するよ。彼を連れて行くんだな。今すぐ彼を連れてくるんだな。ああ。彼が考えを変えないうちにそうするよ。インスティチュートに戻ったらまた会おう。ああ。結局は脅して連れてくような感じになっちゃってるけど。ファーザーと話す。こんな風にあんたの彫像を作ってやりたいよ。抽象的なのが望ましい。ミニッツ面は敵対関係になったわけではないんだね。なんか将軍って呼ばれるし。じゃあインスティチュートに戻ろう。はい。強引に連れてきましたよ。あれ、なんか字幕がおかしい。あれ、なんか字幕がおかしい。揃っているな。この喜びは言葉にすることはできない。我々の新たなゲストは周囲の環境に馴染もうとしている最中だが、すでにこちらのやり方にいくつか非能率的な点があることを指摘している。その助けがあればフェーズ3はすぐ準備が整うだろう。それも全て皆のおかげだ。フェーズ3は本当に電力を半永久的に供給し続けるだけのものなんだよね。兵器じゃないよね。インスティチュートに協力できて光栄だ。全てが報われるといいが。現時点では何の疑念もない。必ず成功するはずだ。それもごく早い段階に。もう一つ果たしてもらいたい役目がある。ひょっとしたら楽しんでもらえるかもしれん。そろそろ連邦に我々の存在を知らしめ、こちらの計画を邪魔しないよう要請する声明を出すタイミングだ。それはあなたがやるべきだろう。ああ、その声明というのはどんな類のものだ？放送だ。今後インスティチュートを軽視するなという連邦に向けた声明だ。次期責任者としてその責任はおのずとあなたが引き受けることになる。こちらが用意したコメントを録音してほしい。済んだらそれを連邦全体に向けて放送する。ここにあるマイクを使ってこの台本の通りにしてほしい。実に簡単な仕事だ。父さんならきっとうまくやれる。台本がある台本があるぞ。バイオサイエンス部門で何かが起きているっていうクエストもできてるけど、とりあえず長年にわたりインスティチュートが今も存在し、皆さんの中に紛れているのではないかと疑ってきたことでしょう。それは事実です。しかし事実の全てではありません。我々はここにいます。そして我々は何？ X だ。助けを差し伸べるものです。我々の優れたテクノロジーは連邦の未来を表しています。今日我々は所持している原子炉を起動し、地上の世界が存在しなくなった後も我々が生存していけることを確実にしました。人類の未来を
確実に存在するものにしたのです。我々は取るに足らない些細な事柄に口を出すつもりはありません。皆さんの、おい、 Y ひどくない Y ひどいぞ。日々の暮らしについてもです。我々はただ皆さんにインスティチュートの活動の邪魔をしないでいただきたいのです。そういう行動は結果として全員の破滅につながるでしょう。ご安心ください。未来は、未来は信頼できる者の手に委ねられており、人類は我々の導きの下で繁栄するでしょう。これリアルタイム録音ならさ、選択肢選んでるところなんか詰まってさ、空白ができてると思うんだけど、なんか考えて喋ってる感出まくりなんだけど。なるほど、今のは興味深かった。こちらが当初意図したものとは違ったかもしれないが、そちらの趣旨は間違いなく伝わるだろう。次はそれを全ての人間が聞くようにする番だ。ダイヤモンドシティまで小旅行というのはどうだろう。ダイヤモンドシティ、ダイヤモンドシティに何の用があるんだ。町自体に用はない。実はこれはやや手っ取り早い方法ではある。ダイヤモンドシティにあるラジオ局は連邦に数多くのリスナーがいる。こちらのメッセージを人々に聞いてほしければ、それを通じて届けるのが一番だ。彼らの放送をジャックする前に、その放送の出力を最大まで上げておく必要がある。必要なパーツが現地にあることは確認済みだ。あとはそれらを設置して放送出力を上げるだけでいい。終わったら戻って報告してくれ。それまでに準備しておく。はい、ああ、ダイヤモンドシティのラジオね。結構いろんなところでかかってるけど、パーソナリティがやたらよそよそしいというか、例のラジオ。さて、それじゃあ今回ここまでにして、中にちゃんとなんか着とくか、これ。このまま送信機を再設定してもいいけど、なんかバイオサイエンス部門でなんか問題が発生してるっぽいから、次回こっち先にやっていこう。あ、ちゃんと来てなかったなこれはい、それじゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。